今回の題材は今年の三が日についてです。現在撮影中の6月でいろんなツムが登場しました。無論その中の何体かは来年の三が日に入ってくると思うんですけど、はっきり言います、今んとこ今年枠で目ぼしいのがいないです。まあ比較的全ツムスペック自体が高いのはマジで多いです。多いですけど、やっぱり消去系はマイナス補正で調整してるし、何より難しいツムが今年多いです。スティッチエンジェルとかベイダートルーパーとか、意識してコイン数が変わるようなツムではなく、ちゃんと意識兼実力がないとまんまいかないようなツムが多い気がします。それによって何が起きるかっていうとですね、三が日のマンネリ化です。今年なんか弱くねみたいなことになるんじゃないかと。まあでも正直これは個人の感想だし、運営の売り上げがそれで下がるってこともないし、これでサービス終了しますみたいなこともないし、波に復活したらどうせ盛り上がるので、ぶっちゃけ些細な問題ではあります。まあでも今までは全員が満場一致の今年の顔っていうツムがいて、それが三が日に来てうわーっていう流れみたいなのがあったんで、そこの辺の話題性とかに関しては今年はどうなのかっていう感じでんですよね。まあ話題性、三が日の話題性っていうよりもいろんなツムがね今年来たので、まあ、そこら辺でどうにかなってんじゃないかなと思うんで、まあ今年はどうなのかって感じですね。結論といたしましては、今年のぶっ壊れがいる、みんなが言うぶっ壊れのって言われてるツムが来てないけど、そのまま三が日を迎えるのは大丈夫なのかなっていうお話でした。皆さんの感想などもよかったら聞かせてください。今回の動画は以上です。それでは。